ファイルは GNOME デスクトップの標準 GUI、ファイルマネージャー。GVFS を通して Samba、NFS などのリモートファイルシステムに透過的にアクセスすることもできる。オプションでホルダ内にウェブサイトを表示することもできる。ファイルの発祥である n o チラ c h l a s はもともと Easel 社によって開発されていた。しかし、バージョン1.0を2001年3月14日に リリースした後、2001年5月に、イーゼル社は破産したために、以後オープンソースコミュニティで開発が続けられることになった。なお、イーゼル社は、もともと GPL の下で開発を行っていた。ノーチラスのバージョン1.0が発表された当時、動作が非常に遅いと批判された。GNOME1.4 では、標準ファイルマネージャーを GMC からノーチラスに変更したために、 GNOME も批判の的になった。以後2002年に GNOME2.0 用のバージョン2.0をリリースした後は GNOME との統合性や軽量化を進めた。例えばアイコンがオーム外の絵からフォルダの絵になったが、これは GNOME ヒューマンインターフェースガイドラインズへの準拠のためである。またデスクトップフォルダが デスクトップになったのも freedesktop.org の標準に合わせたものである。gnome2.5 の notelas からホルダーを開くごとに、ウィンドウが開くスペーシャルモードに変更されて高速化が図られたが、従来のブラウザモードに切り替えて使用することも可能となった。gnome3.6 より notelas の名前がファイルに改名された。 ただし2015年11月現在においても GNOME 公式ウィキページのファイルアプリケーションのページはアプリケーション名はノーチラスのままでありパッケージ名やコマンド名もノーチラスのままである代表的な機能を挙げるありがとうございます